東京マルチメディア専門学校は東京都新宿区にある専門学校。JR 新大久保駅と大久保駅の間に位置している。略称は TMC。デザイン、ゲーム、アプリ開発、ウェブ制作、情報処理などの学科を設置する東京都認可の専門学校。学園の教育理念である個性の進展の下、これまでに多くの卒業生を輩出している。 全国でも学費の負担が少ない専門学校の一つだが、テレビや新聞など、宣伝広告を積極的に行っていないため、あまり知られていない。漫画イラストデザイン、ゲーム、アプリケーション、ウェブ制作、情報処理の学科を設置し、少人数制の授業を実施している。基礎通や地方から進学する学生も多く在籍する。また、キャンパスが山手線。 新大久保駅近くのため留学生も在籍しているが、日本人学生とはクラスを分けており、それぞれが勉強しやすい環境となっている。基本情報技術者試験、IT パスポート、情報セキュリティマネジメント試験、情報処理活用能力検定、MCPC モバイル技術基礎検定、など、アスカデジタル工房、Mac 実習室、サウンドホール、Web アプリ実習室、 プログラミング実習室、各種 PC 実習室、ビジュアルデザイン化実習室、デッサン室、休憩ラウンジ、ほか、ありがとうございます。